皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。ルートレス山崎です。まずは昨日お話ししていた新しい泊まり木のことです。この新しい泊まり木を作るにあたって、一番に考慮したことは、鳥たちがいてつく朝でも、泊まった時になるべく冷たさを感じないもので作るということです。それで霧の木の棒を泊まり木にしていたのですが、柔らかすぎて耐久性がありませんでした。今回泊まり木にしたのはシリコンのチューブです。シリコンのチューブなら柔らかく、鳥が足で握った時にしっかりと掴むことができます。ただしシリコンのチューブだけでは木の棒のようにピンとまっすぐにならないので、芯棒として太めの鉄線を入れて適度な強度を持たせています。ヒヨドリさんが乗ってもぐにゃりと曲がらずしっかりとしています。ヒロちゃんが乗っても大丈夫なら他の鳥が乗っても問題はないでしょう。シリコンチューブの止まり木は成功です。この止まり木なら芯棒に入っている鉄線を曲げれば自由な形に変形させることもできます。本物の木の枝のように曲げて使うこともできるので、アイデア次第で面白いものができそうです。鳥たちが足で掴んでいる部分はシリコンなので適度な弾力もあり、しっかりと握ることができます。このシリコンのチューブはダイソーの釣り具コーナーで見つけ、何かに使えそうだと思って買ってストックしてあったものです。シリコンのチューブの芯棒に入れた鉄線はダイソーの園芸コーナーで買った草花を育てる時に使う支柱で、太い鉄線にビニールでコーティングしてあるものです。今回のようにうまくいくと、ついついダイソーで買い物中にこれは何かに使えそうと余計なものを買ってストックしてしまいます。このように後で使えそうと思ってストックしてあるものが結構溜まってきていますが、これも性分なので仕方ありません。先ほど皆様に見ていただいた泊まり木は昨夜動画をアップした後に作ったものです。普段なら遅くても11時には寝床に入る私ですが、珍しく夜遅くまで起きて作業をしていました。自分では傑作ができたと思いましたが、鳥たちが使ってくれるかが気がかりで、いつもよりちょっと早い午前5時前に起きてそそくさと着替え、庭に出てランドリーバスケットのバードフィーダーをセッティングして、午前6時には鳥たちが来るのを待ち構えていました。実際に鳥たちが餌を食べに来るのは7時過ぎなんですけどね。こんなに早起きしてバカですね。新しい泊まり木はこんな体勢でも捕まっていることができます。ってアピールしてくれている50からさん、ありがとうね。その気持ちは嬉しいけど、逆さまじゃ食べづらいでしょう。分かったから、普通に食べていいよ。ピーナッツの香り付きバードケーキに泊まりやすくて安全なバードフィーダー、これで舞台は整ったから、シマエナガさんを呼んできてくれないかな。この間シジュウカラさんと一緒に来た子だよ。顔の広い五十からさんならシマエナガさんの知り合いもいるでしょう。頼むよ五十からさん。五十からさんはこのピーナッツの香り付きバードケーキが大のお気に、いくら気に入ってもごっそり取ってどこかに持って行って備蓄しようとは考えないみたいです。持って行っても翌日の当たる場所では溶けて流れてしまうでしょうから、お持ち帰りは NG です。こちらはひまわりの種が入ったバードフィーダー。今朝は冷え込みも緩んで暖かい朝だから、ハシブトガラさんやシジュウカラさんが割と朝早くから餌を食べに来ています。黒ひまわりの種がなくなってしまったから普通のひまわりの種だけを入れてあります。君たちから類のみんなは普通のひまわりの種の方が好きなんだよね。黒ひまわりの種を食べていたのはスズメさんたちだけだから、普通のひまわりの種だけにするとスズメさんたちはバードフィーダーに泊まってもすぐに離れていきます。バードケーキ以外はそれぞれの餌場が分かれることでいいバランスが取れていると思うのですが、これが正解かどうかは分かりません。毎年越冬給餌は試行錯誤の手探り状態でやっています。今まで作ったバードフィーダーで使わなくなったものもあります。それは鳥たちに合わなかったからという理由で使わなくなったものや、
壊れてしまったものなどもありますが、使わなくなった理由はそのバードフィーダーが失敗作だったというわけではなく、それ以上改良点が見つからずに倉庫に眠っているものもあります。今映っている2つのバードフィーダーは昨シーズンから引き続き使っているものです。この2つも改良したいところはあるのですが、いずれこのバードフィーダーに組み合わせる何かいい素材が見つかれば改良したいと思っています。私が作っているバードフィーダーは決して高い素材を使うわけではなく、ほとんどのものが100均で買い揃えたものばかりです。特別高価なものを使ってバードフィーダーを作っていたら、鳥たちに合わせることもなく、もったいなくて毎年使っていたかもしれません。市販品のバードフィーダーがダメというわけではございません。中にはいい加減なものもあると思いますが、実際に鳥たちに給仕している方が考えた素晴らしいものもあるはずです。私は無理せず長く続けることが大事だと思っているので、今のスタイルを続けていくつもりです。無理せずというのは、お財布にも体にもという意味を込めてです。毎年シーズン前に100均やホームセンターを回って、バードフィーダーに使えそうなものを見て回るのも楽しいし、新しく買ったものやこれまで使ってきたものを見てあれこれ考えるのも楽しみの一つになっています。さて、今日もお別れの時間が近づいてきました。今シーズンの越冬給餌は例年になく、鳥の種類も数も多く、中にはこの子のように病気の子もいます。私の役目はこの子たちが無事に冬を乗り切り、春になって野山に帰っていくのを見届けるだけです。スズメさんのように一年中いる子たちはいますが、毎年同じスズメではありません。人間に比べたら短い寿命ですが、厳しい環境を精一杯生きて次の世代に命がつながっていきます。人間に比べたら弱い生き物のように見えてしまいますが、この子たち実はすごいんです。だって身一つで厳しい北海道の冬を乗り切るんですから。そんな野鳥たちにこれからも応援よろしくお願いします。この動画が気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。